どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、道志の森キャンプ場に来ております。第1部と第2部を見ていない方はですね、ぜひそちらを先にご覧ください。というわけで現在午後4時半過ぎですね。あちらのハンモックで寝ていたらですね、寒くていよいよ起きちゃいましたね。いやー、太陽が隠れるだけでここまで寒くなるとは思わなかったですね。少しトイレに行ってから焚き火始めちゃおうかなと思います。ゆっくり晩飯の準備とかも始めて、皆様おのおのの行動をし始めて、またこの感じが楽しいですね。ちょっと一回トイレ行ってきます。先ほどまではにぎわっていた、こちらのプール付近もですね、だんだんと落ち着きを取り戻し始めて、これから夜に向けてですね、また独特の雰囲気を放ち始めるんじゃないでしょうかね。はい、戻ってきました。戻ってくるたびにハンモック、タープ、テント買ってよかったなって思いますね。うん、はい、とりあえず焚き火とバーベキューの炭を火起こししております。なんかすごいな、バーベキューの炭、火がすごいな、大丈夫かな。今日作るのはですね、なんだっけな、アヒージョとステーキと、一応キーマカレーとか、まあ、簡単に作れるものをですね、たくさん購入してきたんですけれども、どの順番で食べていくかっていうのはちょっとわからないですね。まだね、気分でちま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 作っていこうと思います。楽しみ。お腹すいた。雨上がりっていうこともありまして、湿気がすごくて、いつもだったら簡単についてる焚き火の火もつかなくて、炭も全然つかないんですよね。やっと食い始めなんですけど、困ったー、これは。はい、こちら上カルビですね。いつもより非常に美味しくなさそうな焼き加減です。もうなんかスモークトゥ上カルビみたいな感じになってますけどね。いただきます。うん、しかしこれがめちゃくちゃうまい。逆に今までで一番うまい気がするんだけど、これ柔らか、本当にうまい。うまい。もう一個立て続けに。うまい。ほんとうまい。幸せ。はい、続いてトントロを焼いてますけど、なんかいつもみたいにジューってなんないんだよな、どうしても。このドンキで買った炭か。すごいんでね、弾け方が。なんだろう、これ気温の関係なのかな、湿気の関係なのか分かんないけど、めちゃくちゃ弾けて危ない。じゃあトントロを焼いてる間にプレモルいっちゃいます。あ、やばい、トントロがやばい、やばいやばい、泡だらけになっちゃったかな、これ。いただきます。うますぎ。ではこちらのトントロいただきます。ちょっとこれでかい、でかいからこれあかんな。そうこうしてるうちに椎茸が今ね投入されましたね。いただきます。これもう味付けねされてるやつですね。最近ハマってるんですよ、トントロ。うまい。
なんで？今日の焼肉すっごい美味しい。この椎茸も取り忘れちゃいましたけど、本当に美味しい。皆さんに食べさせてあげたいぐらい。はい、ではまだ肉は取っておいてアヒージョを作っていきます。とりあえずフランスパン買ったんで、フランスパンを切っていきます。あれだな、パン切りバサミ、あ、欲しいけど全然切れるね。湿気のせいか、すごいスムーズに切れる。あ、いいねいいね。結局自分たちというか自分が初めの頃に買ったこの安いセット、基本的に私 あのキャンプギア本当に安価なものばっかりなんですけど、全て役に立ってる気がするな。今でも大活躍ですよ。アヒージョを作りながら肉を焼く。いいですね、効率的ですね。美味しそう、よだれが。やべー、うまそう、うまそうだこれ、うまそうだ。肉が過去一美味しかったです、本当に。パンを焼いてアヒージョをいただきます。完成、いただきまーす。ではいただきます。アヒージョの熱そう、熱そう。うまい、うまい、マジでうまい。はい、ステーキ買ったんでステーキもやっていきます。これね、まあ、固めにやってしまうよりかは柔らかめであえて揚げといて、おのおのでっていう感じがいいのかな。全然ジューって音聞こえない。はい、これカルディで買ったね、塩。すごい、雪のごとく。そして、カルディで買った胡椒。あ、胡椒は最後の方がいいのかな、焦げちゃうからな、風味がね、焦げちゃうからな。最後にしておきます。結構焦げ目がついたので、あとは強火でチャッと焼いて塩コショウをまぶしておしまいですね。さっきの肉もね、硬かったんですけど美味しかった、すごい美味しかった。なんか久しぶりのまともなキャンプで取る場面が多すぎて、どういう風にまとめたらいいかっていうのがわからないですけど、とりあえず取れるだけ取ります。この幸せをね、皆様にお伝えしたいですね。もうね、アヒージョと焼肉だけでいいんじゃないかなっていう感じしますね。キャンプは本当に美味しい。あとスープ欲しいね。あ、スープすれば買ってたんだ、どうしよう。やっと2杯目ですね、安定のレモンド。あれ、ちょっと待って、これあ、引っかかんない。あ、引っかかった。最近はね、こう氷を中に入れて飲むようにしております。あー、いいね。今のお手洗い行ってきたんですけどね、我々のところだけ蛍光色の照明を使ってましたね。それ以外はやはりランタン、電球色、暖かい色ですね、オレンジ色の光を使っていたので、
我々もですね買いました。一応電球色、もどきですね。カメラがねぼやけちゃうからね、あんまり暗くしちゃうと。あー綺麗に映りますね。エビをいただいて、あとは焚き火タイムにします。こちらが砂糖のご飯大盛りですね。結構量多かったですね。少し柔らかくなりましたけど。